今から化粧姿をアップしていきたいと思います。まずは髪の毛を整えてから、知らんけど、これからヒゲも剃っていきたいと思います。歯舞台の跡がくっきりついてますね。はい、この今はサクセスの滑りが良くなるやつを使ってます。でヒゲが濃いんですわ。まあ何回もガリガリ剃っていっております。でもヒゲ剃りながらも化粧しながらもアイコスを吸います。この生地はネットなんですけど、パンスト生地となっております。パンストが歯舞台から被ってるわけじゃございません。歯舞台にネットの跡が出ないようにパンストの粗めの、知らんけど、化粧する前にちょっと水分で顔に、水分入れまして、一回ニベアで化粧のりが良くなるようにニベアを塗っております。その後から動乱を塗っていきたいと思います。まあちょっと歯舞台というんですけども、これを水でねちょっと合わせていきます。それから動乱を塗っております。しっかりと塗ります。しっかり塗っております。別に白塗りしてるわけではございません。下地でございます。これは中剃りのブルーの部分が目立つように、ちょっとタヌキという動乱を塗っておりまして、まあ、茶色のね、部分を塗りまして引き立ててます。でこれが僕が使ってるのは 8N という、パンケーキでございます。でパン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 叩いておりまして、はい、しっかりと叩いております。ちょっと粉おしろいみたいなのを叩きまして、テカリをなくすような感じですね。それからもう眉毛を描いております。三ツ吉のブラウン B ですね。ブラウン B で描きまして、ちょっと眉毛をぼかしてます。ぼかし入れたその後で、今度はブラウン A でちょっと黒めのやつで、なんていうんですかね、グラデーションっていうんですかね、はい、眉毛2色使っております。そして、ブラシでちょっと色をなじましていってます。からアイシャドウですか、ちょっと色付けですね。結構化粧品使わせていただいてます。これからアイライン、目を描いていきたいと思います。目描きながらもアイコスは吸います。アイコスとグロー吸っております。だいたい完成、仕掛けてますね。これ11時半からのミニショーの化粧でございます。で目の上におしろいを入れております。はい、化粧しながらでもアイコスを吸っております。これからつけまつげに取り掛かろうとする作業でございますね。つけまつげ、今光くんが挨拶に来てくれました。おはようございます。
よろしくお願いいたしますと。もう早く飛ばしておりますんで、そういう挨拶もございませんけれども。でも、アイコスは吸うております。最後に、口紅をかきまして、ここにグロスでございます。ちょろっと、だから歯舞台、僕をずれるんで、この100均で売ってるあのサジカルテープみたいなやつを貼りまして、これだけじゃ弱いんで、横にはこの病院のね、注射打った後、なんかガーゼ止めるような、それがサジカルテープですか。で、色を合わせております。はい。で、これまで動乱で、歯舞台と肌の色を合わせまして、それからこの中剃りの整体部分でございます。この中剃りというんですけど、いなせというかね、カツラかぶるときにこれが必要でございまして、完成しました。